はい、どうも。おはようございます。沖縄おばばでございます。えー、まあ今日も曇ってますね。まあ、ほんと梅雨入りなんじゃないかなと思います。まあ朝はちょっとね、えー、7時ちょっと前にいつも起きるんですけど、まあその頃にはちょっと晴れてたんですけど、またなんか曇ってきましたね。はい、えー、まあ昨日すごい雨が降ってね、えー、まあ沖縄ですね。 えー、土砂災害警報まで出ちゃったんですけどまあな,なん何ともなかったようでまあ良かったですねはいえー、まあそんなこんなでダムにはあ水がいっぱい溜まったことだと思いますはいあらあら,あらなんか夢を見てるみたいですね口がピクピク動いてますね見てたねはいえー、今日もねえー、まあそんなこんなで昨日よりは多少花の様子はいい感じですけどまだ目がしょぼしょぼするんですよねなんなんでしょうねこれね えー、まあ今日あのいろいろとニュースを見てたんですけどいくつかねあのー、思うことがございましてはいえー、まずはねあのー、いくつかのまあ3つぐらいでね衆議院の補欠選挙があるみたいなんですけどこれでね、えー、日本の人たちがお目目が覚めてるかどうかっていうのが分かりますね。 判断基準になりますこれはまあ大注目しましょう。えー、相変わらず日本人は眠ったままなのかそれともお目目が覚めてねもう二度と同じ間違いを失敗しないために、えー、まともな人を選ぶのかはい。これね見ないとダメですね。はい大注目しましょう皆さんでね。はい。えー、まあそういうことでございます。まあ本当ねあのー、大変なニュースがまあ 実はね、さらっと言ってますけど、大変なニュースなんですよね。あと、まあ、いろいろ他にもあるんですけど、あとですね。はいえ、来ちゃいましたね。来ちゃいました。1ドル154円になってしまいました。とんでもないですよ、これ。155円になったら、まあ、お父ちゃんするね、中小がいっぱい出るだろうっていうことが、昨日ね、 ええー、まあ、ニュース記事になってたんで、ヤフーさんでね、えー、これご紹介しましたけど、まあ、来ますね、これね。いや、嫌な言い方なんですけど、まあ,あ、ある方がね、コメント書いてくれてくださったんですけど、どうやら、あ失業保険ですね、えー、これ、あのー、半年、なんていうのかなあー、6割ぐらいだそうです、出るのが。 えー、生活き,きつくなりますよ。本当にお父ちゃんしちゃった会社のね、社員の方たち。6割ですよ、6割。まあ、あ何ヶ月もらえるかはね、在籍期間とかそういうものがあるんで、まあ、それによって変わってくるみたいなんですけど、6割はきついですよね。はい。 まあそんなこんななんでね、本、え、当、ー、ここら辺も考えとかないと、はい。今のうちに備蓄ですよ、本当に。はいえー、多分ね、えー、いわゆる中の東のドッカンドッカンがあ続けば続くほど、私たちの国にとって有利になることは何一つございません。えー、円高ドルや、円安ドル高が進むだけです。 円はますます安くなります。これ簡単なんですよ。はい、簡単です。えー、まあ、中の東でドッカンドッカーンってなると、なんで円安になるのか。すっごい簡単な理由なんですよ。ドルが高くなるんですけど、どうしてこうなるのか。アメちゃん、石油産出してます。だからです。非常に簡単です。わかりますよね。はい。 ええー、まあ、そういうことなんですよ。ここまで言って、まあ、わからない方はもうどうしようもないかもしれませんけど、アメちゃん、石油作れるんですよ。はい。あそこ、あの、石油が出るんですよ。はい。なので、えー、中の東でドッカンドッカーンってやっちゃうとあ、あの、ドルがね、ぐんぐーんとね、上がっていくっていうのはこういう仕組みでございます。はい。まあ、 あわかりますよね、ここら辺はね。はい。えー、アメちゃんのとこから買うしかなくなるんで、はい。えーねえー、西の側のね、あのいろんな、ねえー、国はね、まあ、特に日本でございますよね。はい。えー、まあ,あー、そういうことなんで、今後もね、えー、円安はあ続いていくでしょう。 で、えー、これね、本当に、あの、昨日も言いましたけど、日銀がね、えー、介入して、介入してね、えー、頑張っても焼き石に水です。はい。えー、いわゆる根本原因。つまりね、中の東のいざこざが終わらない限りは、無駄なんですよ。はい。えーい、いくらに,に、日銀がね、えー、なんていうのかな、ドル売り、 塩害をね、えー、やって、えー、ちょっとだけ円をね、えー、上げたとしても、無駄なんですよ。根本原因が中野東の、えー、まあ、ね、そういうことなんで、あとオイルのね、あの事情なんで、えー、焼け石に水なんですよ。全く効果ないんですよ。はい。これ、これなんでね、えー、まあ、 ドブに捨てて欲しくないなと思ってます、私は。はい。えー、日銀がね。はい。お金をドブに捨てる。はい。えー、お、お分かりですよね。えー、まあ、まあ、これね。はい。そういう事情なんで、今後も、円安は続いていきます。ドル高は続いていきます。はい。えー、そういうことです。アメちゃんとこう、あの、オイルですね。 はい、油持ってるんですよ、いっぱい持ってるんですよ、あそこ。売るほどあるんですよ、天然ガスとかもね。えー、なんで、えー、中の東がね、えーまあ、いざこざを起こせば起こしてね、えー、西の側の、ね、国がね、困ったよって言,う言えばいい、言うほどね、ア、え、メ、ー、ちゃんがあ、ドルが強くなるという仕組みになっております。はい ええー、まあ、わかりますけどね、えー。ちょっと普通に考えれば本当にわかるんですけど、意外とわかんない方多いみたいなんで、えー、とりあえず言っておきます。そういう構造なんで、えー、本当に、えー、これから物の値段が爆上がりします。はい、えー。日本はほぼほぼ輸入品です。輸入してます。<laughs> はい。そういった中で、えー、円安になるとどうなるか。もう、 わかりますよね。はい。どういうことになるのか。はい。えー、だいたい全部のものが高くなりますからね。はい。これまだ、ああ、いわゆるね、オイルショックですね。オイルショックが起こってないんですけど、やってきます。爆上がり。はい。えー、まあ、これがどのくらいね、どのくらいに、えー、顕著になるかっていうのは、まあ、様子見ですけどね。 えまあ5月からって言ってる方もいらっしゃるんですけど、まあ5月からっていうことはまあ、あ今の時点ではないだろうと思ってます。はい。今の時点ではね。はいえ。まあそういうことでございます。まあ、あれですからね、あの、まあ、そこそこね、ものは作っちゃって在庫も置いてあるとは思うんですよ。あのメーカーさんがね。なんで、これがあるうちはまあ、 ねえー、なんとか、なんとかかもしれませんけどね。でもまあ、これがなくなったらあ、まあ大変になりますよね。昨日もちょっとあの例をね、お見せしたんですけど、スポンジで。私の家で使っている、私の愛用しているスポンジですね。えー、100均で4枚100円だったのが、今は300円均一で、8枚で300円になっていると。はい。 で、持って、えー、次にね、えー、品出しをしていたやつは6枚で300円だったと。はい。まあね、お分かりになりますよね、これ。で、しかもね、ここ300円均一のところも、まあ、大創産系列なんで、えー、作っている工場はチャイーナです。はい。チャイーナもね、あの変な話なんですけど、 えー、人民元が安くなってますんで日本円とそんなに感覚的には変わんないんですよ。でもこれです。はいえーまあ原料とか、ね、そういういものが、ねえー、手に入らなくなくってるんですねあと、まあ、向こうの工場でもね、えー、やっぱり電気代はかかりますんで、はいまあ、いそういったいろんなね、えー、ことがあってこういうふうにぐんぐんと、まあ、スポンジみたいなものでも値段が上がっているということですね。 はい。えー、まあ、皆さん覚悟しましょうね。はい。でもって、本当あのー、今のうちです。もう最後、最後かもしれません。昨日もね、言ったんですけど、えー、最後のチャンスです。はい。えー、備蓄です。はい。備蓄の最後のチャンスです。もうますます、あのー、円安になりますよ、これ。ドル高になります。当たり前です。はい。アメリカ、石油産出国ですから。 はい、究極それなんですよ。一方日本はっていうとないですからねこれがありません石油は出ません日本。なんで、えーまあ、まあ当然の成り行きといえば当然の成り行きなんですけどまあ本当あのー、皆さんいろいろとね、えー、爆上がりしないうちに。 えー、ものは買ってししままいましょう本当に。まあ予約している商品なんかが最近は届かなくなっているっていうコメントもいただきました実は昨日。あの定期お得便ですね。え密、ー、林さんのねアマゾンさんの。あの定期お得便があー届かなくなってしまったと。キャンセルさ,されてしまったと。でもう一度ね、えー、普通に買おうと思って いわゆる普通の瓶で頼んだんですけど、それもキャンセルされていいと。はい。そういったもう状況が生じてきてます。これコメントでいただきました。はい。えー、なんで、えー、まあ、ペットフードは、まあ、本当あの、早めに備えちゃってください。はい。えー、人間の食べるものはね、なんとかなるんですけど、ペットの食べるものはね、えー、なんとかなりませんから、はい。 えー、なんで、ペットフードをね、えー、備蓄してしまいましょう。私はもうね、ペットフードは備蓄終わってます。はい。ガンガン買いました。ああ、節約してね。はい。えー、なんで、えー、まあ、数年はあ持ちます。はい、えー。そういうことです。皆さんもね、えー、頑張ってください。ペットがいらっしゃるお家ね。はい。えー、そういうことでございます。えー、 なんというかね本当にすごい時代に突入してきました。ねまさか自分が生きてる時代にねこんなことを見ることになるとは誰もが思ってなかったとは思うんですけどまあ頑張って切り抜けるしかないですよ。はい頑張ってこの状況をどうにかしてね切り抜けるしかございません。はい。えー、我々ね、えー そうやってね、生き抜いていかないといけないということです。まあ、こういう中でもね、まあ、本当の富裕層ですね。本当の富裕層は全然痛くもかくもないと思うんで、えー、まあ、そこら辺ですよね。えー、まあ、本当目が覚めてほしいなと思ってます。はい。えー、日本人のね、いろんな方に。 これは、あの、私のね、えー、動画を見にいらっしゃってる方に向けての言葉ではないんでね、一応言っておきます。はい。備蓄の美の字もやってない方が大半ですからね。はい。えー、まあそういうことでございます。皆さん、あの、気合い入れてね、ラストスパートに臨みましょう。 もう一度家の中をぐるっと見,見回してね、何か足りないものはあるか、ああ、ね、えー、大丈夫なのか、あまあ,あ、いわゆる、あれですよねあの、日用品も含めてですね、ガムテープとかね、まあそういった細かいものも含めて、もう一度ね、えー、見直してまいりましょう。針と糸はちゃんとあるのか、洋服がね、あのほつれた時に直せるのかとか、 まあそういうのもあるんでまあもう一度もう一度ね、えー、家,家の備蓄なんかをお見直してください。でお子さんがいるお家なんかはねあのお菓子なんかもお缶に入っているものですねだと悪くならないんでそういったものをねちょっと、あのー、多めに買っておいてね、えー、おやつが欲しいっていう時は、まあ、あ缶から開けてねあげ、えー、るようにはい。 えー、まあ、そういうふうにね、ちょっとずつでもやっておけば、あまあ、大変な期間でも、割と幸せに乗り切れると思いますよ。はい。そういうことでございます。えー、これからどんどん円安進んでいきます。これ確実です。まあ、先ほど言ったように、はい。えー、アメちゃんですね。石油たくさん持ってますから。 それが原因です。はい、えー。そういうことでございます。まあ中の東さんがね、えー、どんどんのパッチンが終わりそうもないんで、はい、えー。そうなっていくでしょう。それでは、あ皆さんね、今日も一日お付き合いお願いいたします。それでは、お元気でね。はい、えー。みんなで頑張りましょう。沖縄おばばでございました。ごきげんよ。うえー、かわいいですゅね。